はい、こんにちは、船の先生です。今回2級教本で勉強する漁業の漁具についてなんですけど、見たことない方って結構多いと思うんですよ。学科の方でね、漁具には近づくなって言われてるからだと思うんですけど、その漁業っていろいろな種類があって、使われてる漁具っていうのも様々なんですね。いずれの場合もなるべく距離を置いてむやみに近づかないようにしましょう。そうなんですね。私が学科でよく言いますよね。漁具には近づくな、近づくなって。うるさいんですよね、私が。実際近づかない方がいいんですけど。だからね、実際どのように設置されているかって漁具、見たことない方って多いと思うんですよ。ということで、今から、この場所から4、5分程度で、漁具が設置されているので、ワカメの養殖業の漁具、こちらが設置されてあるということなので、今から行きたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では行ってきます。